はい、こんにちは。西荻フレンドリースクール事務局の松浦です。西荻フレンドリースクール公式ブログ、幼児教育支援 .com 動画版、本日のテーマです。読み聞かせのやり方です。それでは西荻フレンドリースクール室長の近野由美先生、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、読み聞かせやろうと思えばもう赤ちゃんの段階からやろうとできちゃうって思うんだけど、やっぱりね、今日も年長さんになる人に、はい、うちのね、年長クラスに言ったんだけれども、何をねやらせたらいいかっていう、もう新年長になりました、はい、さあペーパーやりましょうっていう、もう今その時期じゃないんですよね。今からこんなペーパー詰め込んだら本当に子供は崩壊しちゃうから、年中さんであ、今の年中さんであってもまだ早い、うん、まだ早いですよ。だからそれよりも、はい、今やらなきゃいけないことっていうのは、やっぱり本をたくさん読むということ、うん、でね、まあこれは私はいつも思うんですけれども、はい、楽な子育て、うん、楽、こう、これしてちょっとここら辺はサボっちゃおうとかねこういうふうにしたら楽かもとかね、うん、そういうこう自分にとって子育てを楽にしたりねすると面白いんだけど、子育てだけはね最後にしわ寄せが来るんですよ。楽にした分本当に苦しみがね同じだけ後から来るんです。今は来ないけど、そうだからね、すごくわかるんですよ。本なんかさ、まあ好きな人は確かに何冊も読めるけれども、この今の時代ね、テレビだってあるし何もあるのにわざわざ本借りてきてね、その重いしね、まあ、もうこんなにあるわとか思ってこんな字もちっちゃいしとか、うん、なんかいろいろ思って、こんなのね毎日毎日ね読み聞かせって本当にめんどくさいですよね。私でもめんどくさいとか思うし、はい、でもじゃあめんどくさいからやるのやめようかっていう風に思って、まあいいじゃない、昔話だってテレビ見せとけば、それはその時点で親はすごい楽なんですよ。でも絶対ね、楽を取ると絶対後からね苦しみがやってくるっていうのは、なんかこう自分がねやっぱりやり損なったものに対して後から必ずしわ寄せは来るっていうのは、私以外の人を見ててもそう思うんですね。だからまあ言うは簡単、やるは大変なんですけど、やっぱり読み聞かせって本当にこうたくさんやればやるほど子どもにも知識がつくし、これ読ませちゃダメなんですよ。読ませたら字しか追わないんで何も頭に入んないんですけど、でやっぱりこう面白いんですけれども、この子って話の記憶できるなとか、めちゃくちゃできるなとかって思う子って何人かいるんですよ。で海外から帰ってきてる子でもすごく本をすごく話の記憶ができるんです。海外だからダメかと思ったらすごい話の記憶ができるんですよ、はい、でなんでかなと思って、でここ1年2年ぐらい前からかな、結構本話の記憶ができるこの親に、もしかして本とか読み聞かせをたくさんやってるんですかって聞くと、ほとんどのうちが読み聞かせをやってるんです。で今日来た年少さんもそうなんですけど、はい、まあ私がねやっぱり今からでもとにかく本だけはね毎日読み聞かせを結構たくさんやった方がいいって言ったら、あ、それはもうね図書館に行って自分は60冊ぐらい借りてくるって言ったかな。60すごいと思って、でそれを子供に毎回毎回読んでるらしいんですよ、うん、すごいなと思って。である子供も電車で通ってきてる時に、まあ、その子すっごいもうすっごいできるんです、話の記憶が。おかしいなと思ってやっぱり聞いたら、毎日ね毎回このフレンドリーに帰ってくる時もそうだし、もう絶えず読んで読んでって本を持ってくるんですって、うん、だからしょうがないから読んでるんですって言うんだけど、でもそのお母さんの読み方っていかにもめんどくさいとか思ってんのか、まあえらい棒読みなんですよねもうちょっと読むなら漢字をつければいいのにと思ったりもするんですけど、それでも子供は満足なんですよ。ああいうふうにこう読まれても、あ、それでもやらないよりはいいんだなって私は思ったんですけどね。だそれだけ本の読み聞かせってすごい大事なのかなっていう。絶対そうです、話の記憶のできる子っていうのは親がいっぱい本読んでるんですよ。なるほどね。でその帰国子女で帰ってきた子も、はい、かなり
なんていうの話の記憶が帰ってきて、うん、7月に帰ってきたんですけど年長で、だけど全然話の記憶が苦労しなかったんですよ、うん、でこれもまたおかしいなと思ってあの親に聞いたら、あのなんかそういう本が毎月毎月送られてくるものを小さい時からまあ直接ね外国に送られてこないので、うん、実家に送ってもらって実家から国際便かなんかで本を毎回毎回送ってもらってたらしいんです、うん、確かヨーロッパ系の子ですよね。そう、よく読みましたって言いましたからね、うん、だからやっぱりこう話の記憶がうちの子できないんです、うちの子できないんですって言うけど、多分それは家で読んでないんだと思うんです、うん、でまあうちもできるだけね家で読んであげられない人もいるかもしれないから、うん、私たちは授業では去年もそうなんですけど、まあ、月1冊とか、まあ、暇があったら読んでたりで、よくあの年少年中クラスの先生なんか見てるとアトランダムにいろんな本をなんか授業が終わった後読んであげてるんですね、はい、でそれも大事なんだなと思って、うん、せめてお教室では読んであげようと思ってるんですけど、あの本当に大事だと思います。でその読み聞かせのやり方っていうんですけれども、あ、はい、まあね、読まないよりは棒読みでも読まないよりはいいかなと思った、まあ、逆に親が棒読みするから子供は聞きながら想像たくましくこう想像しながら聞いてんだと思うんですよ。白黒の絵に色つけていくようなね。そう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 、自分で色つけてるんですよ、うん、親は白黒のように言ってるし、まあそれでもいいんですけど、うん、でもね一番大切なのはあの早口で言わない、早口で言わない、早口では言っちゃいけないっていう、聞き取れないと思う、棒読みでもいいから、ね、でもその人のそのお母さんの棒読みを聞いてるんです、聞いてたんですけど、幸いにしてスピードは速くないんですよ、ゆっくりゆっくりなんだけど、なんか全然抑揚もないしとか思ったんだけどまあ抑揚は二の次としても、まずねあの何々はとか何々がとか何々でとかっていうこうあのこうはとかがとかでとかありますよね、 ああいうところはちゃんとしっかり強調してね、うんうん、あのゆっくりと相手に伝えるってい こう気持ちでやるっていうのかな、だから一音一音ほんとはっきり発音してあげるという、それでもうそれが初級編ね、はい、読み聞かせの初級編、はい、中級編になるとちょっとこうなんていうの抑揚、はいはい、あの高さとか低さとか、うんうん、こう声の抑揚をこう変えてあげるみたいな、はい、その時クマさんはありがとうと言いましたからね、ある日おじいさんとおばあさんは山へ芝刈りに行きましたとか、ちょっとねこうなんていうの抑揚をつけてあげると、その次に上級編、はい、これは鍵括弧がありますよね、はい、そしたらなんていうの人に何役もやる、あセリフをちゃんとね、僕は怒ってるんだぞとかね、うん、とクマさんは怒りました、ネズミさんがお願い許して許してとネズミさんは言いましたとかね、うん、そういうふうにこの鍵括弧をこうもっとこう分けて読んであげるともっと子供は喜ぶかなっていう、それが上級編ね、まあ、そこから表現力盗むっていうかね、そう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 、そして、はい、まあ読みっぱなしっていうのもありなんですけど、うん、でも本当にこの子ね分かってんのかなっていう、ひどいとね遠足の話してるのに運動会だと思ってる子もいるし、それはかなりすごいですね、かなりそう、ちょっとうちのあれかなとか思うんですけどびっくりしちゃうことがあって、えちょっと何言ってんのみたいな、ね、でやっぱ聞いてないっていうこともあると思うんですよ、うん、本当に好きな子はのめり込んで聞いてるけど大して興味がない子はもううるさいねぐらいで万全と、ね、そうだからそこへ持ってきてこれは何の話だったとか、うん、誰が出てきたとかどんなことを思ったとか、うん、そういう質問、まず何の話だったかっていうのは絶対聞いた方がいいと思うんですよ、本人全然違う話だと思ってると困るから、うん、そうですね、うん、ありえない話ではないのでね、だから誰が出てきたとかそういうことも聞いてあげるとなお一層ねいいかなって、確かに本当に読むのは大変なんですよ、でも幼児の場合はね私が思うには、はい、
あまり字がちっちゃくなくて、うん、あまり字が混んでない、うん、それで絵が素晴らしいものを絵を読ませ見ながらこう聞いていけるような、だから別に言葉が少なくても構わないし、ただ絶対本人に読ませないってこと、うんうんうん、もう読んじゃったら自分の想像力っていうのはできなくなるんですよ。もう読むに精一杯になるから、うん、なんかね、わかりますよ。やっぱり音を発してるだけになっちゃうというかね。そう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 、うん、すっごいあの昔に読むのが上手でね、はい、でじゃあちょっともう他の子に読んであげてなんて私もうっかり言っちゃったんですけど、すっごい読むのが上手な子がいて、まさかと思いましたけど、後から質問したら何も分かってないです。うん、うん、質問しても誰が何を言ったかだって、それ字面を追いながらうまくいってるだけであって、字を読みながら全然自分の頭の中にストーリーが入っていってないっていう、うん、なのでそれはやっぱり小学校1年生になってからのことなので、うん、今はちゃんと、うん、あのまず話を聞くっていうことも大切なので、うん、ぜひこの辺を聞かせてやってほしいなと思ってます。はい、はい、参考にしてみてください、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。それでは教室からのお知らせです。西荻フレンドリースクールではメールマガジン配信しております。セミナーの先行情報やゆみ先生の書き下ろしの記事などもお送りしておりますので、よろしければ登録してみてください。無料です。と言ってもですね、なかなか先生が、書けないことも忙しくてね、なかなか書けない時もありますので、配信頻度1ヶ月とか2ヶ月に1回ぐらいになっちゃうかなと思います。まあ裏を返せばよくあるね、メールマガで連日ね何かしら広告届けようということはあるんですけど、そういったことはありませんのでご安心ください。子育て幼児教育相談会は平日と土曜日に行っております。ちょっとある程度ね遅い時間、お仕事終わった後ぐらいの時間、7時とか8時とか9時ぐらいの時間帯でも対応できますし、遠方にお住まいの方はオンラインとかね、ズームスカイプできます。お忙しい方、遠くにお住まいの方などもねご利用いただければと思います。由美先生がマンツーマンで皆様の疑問相談にお答えいたします。体験授業も受付しております。1歳6ヶ月から年長さんまでお待ちしております。連絡先です。電話番号が 03-3390-0750 番、メールアドレスは info@friendly-school.com です。フレンドリーのこのね YouTube チャンネルでは皆様からの、ご質問なども、受付しております。こちらのねメールでも構いませんし、コメントであったり、Twitter のね DM とかでも大丈夫ですので、何か気になることとか教えてほしいななんて思ったことはお送りいただければ、テーマに取り上げていこうと思います。お気軽にどうぞ。教室では引き続き小学校受験、幼稚園受験、海外での教育、英語教育など幅広いテーマでお話をしてまいります。よろしければぜひチャンネル登録もお願いいたします。それでは本日も最後までありがとうございました。それでは失礼いたします。